皆さんまず必ず買うもの何ですか？カチューシャとかもあるんだけど、そう、このものはポップコーンなんですよ。ポップコーンは本当待ち時間めっちゃいいの。今回はポップコーン作る機械買ってまいりましたので作っていきたいと思います。やっぱり出来たてのポップコーンって美味しいと思うんで、今回は出来たてやっぱり食べたいんで、パンパパって食べたいと思います。それではバン、魔法が使えてないという、はい、バン。こちらなぜかこれジャイアンツのなんですけど、定価7000円が2500円っていう値札がついてたんですけど、実際は1900円でございます。安いということで、今回これと、そう、ポップコーン。これポップコーンって言うんだね。ポップしてないコーン、ただのコーンですけどね。これ1キロもあります。1袋で50人分。このね、夜寝る前とかね、ゆうかお腹が空いちゃってね、なんかつまみたいなっていう時これ作ればいい。で、今日はこのポップコーンできるの待つだけなんで、その間にナイロンランドを改造しようかなと思ってて、やっぱりポップコーン食べる時にバッグ真っ白じゃないですか、映えないので、こちらを吊るして映えします。空気はね、手動でございます。はい、これめっちゃでかいんですよ。大人の人がこのぐらいだったら、ここはこう、本当に色で映えちゃう。それでは、まずこちらを開けていきます。せいちゃんこの子ね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。開けていきます。バン。せいちゃん、魔法使えてないやつよ。まず、説明書。ちょっと。うわー、え、待って、発泡スチロールめっちゃすごいんだけど。え、待って。これ、車輪がついてる。それでは、開封まで。3、2、1、オープンザ。わー、え、待って待って待って、回らない、回らない、回らない、うんうん、回らない。ここから多分ポップコーン入れるんだと思います。味付けは絶対この中でしないようにしてくださいと書いてあるので、ここはねもうポップコーン入れるだけでございます。さっきのこの上の蓋あるじゃないですか、これが計量カップになってて、これよりちょっと少なめにコーンを入れます。でもちょっとね、コンセントつけてスイッチオンしたらブワーンって言いました。ちょっと聞いてくれ、怖い。これでこう膨らませる、怖いな、動く。ちょっとうるさいんでシッと引きます。では早速やっていきます。多分これもううるさいんで、この子も何食べてるかわからないと思います。ちょっとねカメラチェンジします。いらっしゃいませ、このボンランドへようこそ。こんぐらいです。なんかこう怖いな、落ちちゃう。入れます。多分いっぱいになったらここからねブワーって出てくると思うんで、お皿用意します。まずスイッチ入れますね。ないんですけど、そのポップコーンのお豆ちゃんが、ちょっとカメラチェンジ見てください。このポップコーンの数、いただきますね。めっちゃ美味しい。これに塩とかつけると美味しいと思います。より入れていきます。はい、サムネということでですね、こちら膨らます時間がなかったので次回やっていきたいと思います。それではグッドベイデン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイちゃん。あなたもすごい。